地獄への道は善意で敷き詰められていると、これいいなと思っているものをやっていくと、なんか知らないうちに誰もがこう本当は行き着きたくなかったような場所に行き着いてしまうかもしれない。プログラミングした人が裁かれる対象になるかもしれない。そうですね、刑事罰っていうのになるとその可能性があって、まだ起こったことがないのでどうなるかわからない。今結構生成 AI 使ってオレオレ詐欺がもう簡単にできるようになってきたりとか、認知症になってしまった方々がそれで人と機械が見分けがつかないで、それによって何かこう問題が起きてしまう可能性とかが、点でバラバラに飛んじゃいけないから山手線の内回りの方向ですか。そんな議論もされてるんですか。だから新宿から池袋に行こうと思っても新宿から池袋に飛んじゃいけなくってぐるっとこう回ってくると、でもしかすると高さ方向には、高さ方向には LCRRI を考えるというテーマでお送りします。第1回目は AI ロボットで私たちの暮らしをどうデザインすべきかというテーマでお届けします。 MC の経済キャスター滝口由里奈です。よろしくお願いいたします。そして同じく MC を務めていただくのは姫野武弘先生です。姫野先生よろしくお願いします。はい、姫野です、よろしくお願いいたします。私ジェットエンジンとかロケットエンジン、エンジンの関係をしています。空飛ぶ車だとかですね、社会実装に近い話、今日非常に議論できるということで試しにしています。はい、よろしくお願いいたします。姫野先生、そもそもこのコンテンツの趣旨っていうのはどういうことなんでしょう。まずですね、工学部にはいろんな分野の先生方がいらっしゃるんですけれども、技術の進歩がどんどん速くなって、で社会との関わりが非常に深くなってきていると。でそうした時に我々の研究がですね、この LCRRI、 その社会とどう関わっていくのかというところがですね、自分事として考えなければいけないということで、こういう企画を立ち上げました。これが一つで、もう一つはですね、いろんな分野の先生方が関わってらっしゃるんですけれども、そういった社会とどう関わっていくかっていうところはですね、公約数的な話題であると。異分野の方同士でもこう、おっしゃる通りですね。の公約数で、我々実は工学部の中でも実はこうなかなかこう話をできなかったりとか縦割りのところがあるんですけれども、こういう共通の課題があるからこそですね、その一緒に話ができて、工学部あるいは大学の中の仲間たちがですね、横につながっていくと、こういった機会にもしたいというのが2つ目の大きな目標になっています。このコンテンツがですね、そういうところに発展していくといいなと思っています。はい、では今日ご参加いただく先生方をご紹介していきましょうか。はい、お願いします。はい、IoT と AI 応用のご専門でいらっしゃる川原義弘先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてお隣が AI と社会に関する研究をされていらっしゃる江間有沙先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣、ロボティクスの専門研究されていらっしゃるベンチャージェンちゃん先生です。よろしくお願いいたします。お願いします。そして、最後ですね、自動運転の会社、株式会社ティアフォーの CEO でもいらっしゃって、コンピュータ科学ご専門の加藤新平先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そもそもこのコンテンツなんですが、加藤先生と、以前立ち上げた地の巨人たちの雑談という、東大 TV の、YouTube のコンテンツですね、そこからインスパイアされてというところで、また企画新しく立ち上げたというところですね。10年後の未来について雑談するコンテンツだったんですが、私も見たんですけども、非常に面白いです。ぜひ皆さんもご覧になったらいいかなと思います。ありがとうございます。これはだからちょっとね、スピンアウト企画みたいな形ですが、これもね、なんか続けていけるといいと思いますよ。はい、で今回この LCRRI を考えるシリーズというところで展開していくんですが、まず LC とは何ぞやというところで、ちょっと解説させていただきますと、エシカル、リーガル&ソーシャルイシューズということで、倫理的、法的、社会的課題ということで、ただの言葉の解説なんですが、そして RRI というのは Responsible Research and Innovation ということで、責任ある研究、研究イノベーションというところですね。ここを議論していきましょうということなんですが、ここで議論したからといってすぐ答えが出るような、おっしゃる通り、そういうものではないですよね、姫野先生。そうですね、私自身もですね、この ELSI で、LSI だからなんか大規模集積回路の仲間かなとか、思ってぐらいちょっと恥ずかしながらですね、勉強不足だったんですけども、この企画の前にやはりこういうことを少し勉強させていただきまして、やっぱり我々が研究をやっていったり、あるいは我々の成果というのは社会の中で生かされていくためには、ここはしっかりと自分事として考えなきゃいけないなというふうに思ったところです。はい、ですのでこの時間はこうあくまで答えを何か出すというよりは、皆さんの視点だったりを持ち寄って、どんな課題感があるのかというところも、ね、議論していくというか、ね、そうですね、そういった場にできればなという、先ほど加藤先生からおっしゃっていただいたように、シリーズ
この分野今日は AI クロスロボットという形ですけれども、おそらく、工学系の中にはですね、もっと環境、エネルギー、それからモビリティ、いろんな問題があると思います。今日のシリーズの第1回目をきっかけとして、工学部の中で、横串を刺してですね、議論ができていくようになると、素敵だなと思います。そうですね。そしてこれを学内にも学外の皆さんにもこう LC だったり RRI 考えていただく第一歩として一緒にこう考えていただければっていうそういったところ。そうですね。さあというところで、では早速ですがまず最初のテーマ、そもそも LC RRI ってというテーマになっております。こちら江間先生にぜひ伺いたいんですが、そもそも今回この工学部のこのイベントに呼んでいただいたところは、私が専門としております科学技術社会論と言われている分野で最初に提唱され始めたという言葉ということもあり、先ほど滝口さんがご紹介いただいたときに、LC をエティカルリーガルソーシャルイシューズと課題ということで、ご紹介いただいたんですけど、これもともとはエティカルリーガルソーシャルインプリケーションズ、影響というようなところで使われ始めたんですね。で、インプリケーション、社会的な影響を考えるのか、あるいはそれぞれの課題と取るのかというのは、些細なことかもしれないんですけれども、諸説あります。またヨーロッパの方ではアスペクツという単語を使ってエルサというようなプログラムで呼んでいるということもあり、その呼び方自体いろいろあるように、考え方もそのこれで一般でこれで決まりだというようなところでもなくて、さまざまな考え方があるんですね。アスペクトの場合はいろんな側面っていう。そうですね、はい。ということで、本当にいろいろな形で議論をされているんですけど、もともとは1990年代にですね、ヒトゲノム計画の始まりに合わせて、やはりこういう社会的倫理的法的な影響が大きいような科学技術に関しては、その研究予算のうちの数パーセントをですね、この LC 課題、 LC の影響に関する研究をしていくべきだというような研究予算枠組みの話だったんですね、最初は。なので私たちも多分今先生方も研究予算を取ってくるときに、多分申請書のところに影響についてどのように考えますか、どういうイベントをやりますかみたいなのを書かなきゃいけないな、なんかめんどくさいなっていうふうにもしかして思ってる先生もいらっしゃるかもしれないんですけども、元はといえばそういうことであって、で、そのために例えば研究予算の中で人文社会科学系の先生を雇用したりとか、そういう枠で始まっているわけなんです。でただそれをやっていくと、結構その問題設定を理系の先生がされて、人文社会科学系の先生と関係性が対等じゃないということだったり、あるいは人文社会科学系の先生が雇い主である理系の先生を批判しにくいという構造が生まれてしまうという反省から、2014年くらいにですね、リスポンシブルリサーチイノベーション、先ほどご紹介いただいた点で、その研究者自身が、先ほど姫野先生おっしゃったように、自分ごととして自分たちも、自分の研究に対する責任ある態度、研究をしていこうというような枠組みに拡張して、RRI という概念が出てきたというのが、一通りの経緯の話になります。で、日本はある意味そうですね、ここ最近になって、この RRI の概念も含んだような形で LC というのが重要だということで、生命科学分野だけではなくて、こういう情報系の工学系の先生方の間でも、LC について取り組んでいくべきだというのが、浸透やっとしてきたところなのかなと思います。なるほど。今日の企画もまさに東大が全学的にそういったところをきちんとやっていきたい。そうですね。先ほど工学部の話をしたんですけども、全学でも取り組みを強化するようにということで、自分事として捉えようかなということで、こういうことには進んでいます。一番この LCRRI を考えなきゃいけない重要なところっていうのは、結構社会実装までの時間がすごく短くなっているところがあると思うんですよね。で、昔はそれこそ大学は理論だけやってればよかった。で、それがある種この今スタートアップが盛んになってますけども、一人の小さなアイデアでも、といいアイデアであれば資金がガッとついて、そのままある種スピード競争みたいになって、いきなり社会実装を世の中に使われるっていったときに、やっぱりまだ社会の側がその新しい技術の受け入れ方分かってなかったりすると、本当にとんでもないことが起こりかねないし、結構信じられないニュースが結構毎日飛び込んだりもしてると思うんですけど、大学の研究者といってもやっぱりそういう社会と自分の研究がどう関わるのかというのは本気で考えないといけない時代なんじゃないのかなと思ってますね。はい。例
えば山田先生、その国連 AI 諮問機関のメンバーでもいらっしゃるというところで、 AI の ELSI、RRI に関する課題というのはその国連の場でもいろいろ出てきているんでしょうか。そうですね、その技術を開発する段階、あるいはまあ普及する段階、あるいは利用する段階において、まあ、それぞれその法的、社会的、倫理的、まあ、あと他にも例えば経済的な課題ですとか、まあ、国連という場ですと、まあ、グローバルサウスに対するまあそのサポートとかも含めて、まあ、国際的な南北格差がないようにするにはというようなものも含んでくるんですけども、でもまあ特に AI というところで言いますと、まあ、日本でも内閣府の方とかで AI 社会原則とか出てきていますけども、まあ、その透明性、まあ、それから説明責任、アカウンタビリティの話、それから公平性、フェアネスの話、まあ、あと説明可能性ですとか、セキュリティの話、あとはそうですね、最近はサステナビリティに、まあ、エネルギーをどういうふうに使っていくのかということで、サステナビリティにどう貢献するのかということとか、まあ、様々な議論が行われてきていて、それを我々ことさらにこれは LC 課題です、 RRI 課題ですということは言わないんですけども、むしろ国際的には、技術を考えるときには開発段階から、あるいはもう設計の段階からそういうことについて考えることが当たり前になってきている。もう今さら LC とか RRI とか言わない、はい、もう当たり前になっているという感じがします。はい、でもベースになってるっていうことなんですね。はい、まず ELSI っていうのは、まあ、ともすると研究開発を進める側にとっては批判的な議論につながることもあるかなと。で、一方 RRI っていうのは、まあ自分がその能動的に研究を前に進める、このある意味そのブレーキとアクセルみたいなものを一括りにして ELSI、RRI っていうふうに言うのは、なんかイノベーションを進めるっていう意味からだと、それは足かせにならないんだよみたいな議論っていうのはございますでしょうか。そうですね、まさにおっしゃっていただいた通り、 ELSI に対して、まあ、RRI という別の枠組みが出てきたのは、研究する側からするとなんか ELSI の人が来ると、そうそう、なんか自分の研究止めに来たんじゃないかと思われて警戒をされてしまうと、それだとやはり健全な研究というか、まあ、社会にとってより良いものにならないんじゃないかという、まあ、ある種ちょっと負のイメージもついてしまったので、まあ、RRI という新しくそのイノベーションという言葉も入れたというのが、まあ、出てきたということもあります。で、まあ、ただですね、そのイノベーションを止めに来るというわけではなくてですね、 ELSI という課題自体もそもそもどちらかというと、まあ、先生というか人によってはハンドリングだというふうにおっしゃる人もいるわけですね。そのどういう方向に行けばいいのかということを、ブレーキを踏んでここダメっていうのではなくて、まあ、こっちの方向に行くのがいいのではないかというような形で、まあ、ELSIとか、まあ、規範みたいなところは、まあ、指し示すようなものもありますし、まあ、社会的な認識を、まあ、社会も変わっていきますから、例えばコロナがあったりして人々のニーズが変わってくるみたいなこともあるでしょうし、まあ、それこそ人々のその対象としている期待が変わってくるみたいな、そういうことに合わせて、じゃあまあ行く方向を柔軟に変えようみたいなことを考えていくという形で ELSI という言葉を捉えていただくのもいいのかなと思います。ブレーキではなくてハンドルだっていう、すごく分かりやすい。今日それぞれの先生方が具体的なフィールドをお持ちだと思うので、まあ、そこの具体的事例をもとに、じゃあELSI、まあ、そこの分野で言われている課題って何なんだろうということを洗い出すことによって、例えばこれをご覧になっている方々が、あ、それも大事なんだとかいうことに、まあ、気づくきっかけがあればいいのかなというふうに思っています。というのは、その ELSI、RRI って何だろうということを漠然と考えていても、まあ、私が最初に申し上げたように歴史の経緯だとか、まあ、どういう関係者を巻き込んでいけばいいのかというようなことは、その ELSI 学的な形では分かると思うんですけれども、ただ単に倫理審査通せばいいんでしょうみたいな、なんかそういうことで終わってはほしくないわけですね。なので、いろいろとですね、具体事例をもとに考えていくことが、まあ、自分事として考える第一歩になっていくのかなというふうにも思いますし、あとは最後に川原先生おっしゃったことはすごく大事だと思ってて、特に工学という分野はすごくその発展が早いと、場合によってはそのベータ版ですぐ社会に出てきていってしまうと、でそうした時に逆にその研究者だけではなくて、多分視聴されている方々の中には学外の方とか、あるいはそのユーザーになるような方々もいらっしゃると思うんですね。でそういう時に研究者だけがなんかこう責任を持っていればいいというわけではなくて、例えば利用する側もこういう研究嫌だなって思ったりとか、こういう研究ぜひ進めてほしいなと思ったら、そこに対してまあフィードバックを返すことによってベータ版の改良がもしかしてすぐ行われる可能性もある。その研究者だけではなくて、まあユーザーの
人たち、あるいはその基盤を作っている人たち、関係者一人一人がある種責任を持って、あるいは自分の役割を持って社会をまあより良くしていく方向を考えていくというようなあの形が、そもそも RRI の大きなあの理念というか、 LC から の、 その研究だけに閉じるのではないという方向転換の一つでもありますので、ただあの研究室とか大学で研究者がちゃんとやってればいいんだではなくて、みんなで考えていきましょうという意識が、あの見ている方々と広くこういうふうな YouTube 動画で、なされることによって、あの進んでいくと嬉しいなと思います。はい、いや本当にそのベータ版がすぐ出てっていうところのお話とかも、経済キャスターとしていろんなスタートアップさんの取材させていただいている中で、やっぱり日本でちょっとやっぱり弱いなって思うところは、ベータ版の状態でも出していいし、それをじゃあマーケットがどう受け取って、利用者の人がどう受け取るかっていうところをどんどんこうコミュニケーションを取ってやっていかなきゃいけないと思うんですよね。まさにそこをハイスピードでやるためには、やっぱりそのガードレールとしての LC っていうところの議論が進んでいかないと、そこのスピードも上がっていかないよなっていうのは、あのまたちょっと別の経済側の視点ですけれども、すごく思うと、イノベーションを進めるためのツールと言ったらちょっといけないんですけど、要は思考停止っていうのが一番良くない、とにかく責任を誰かに取らないようにとか、そういうふうになるんではなくて、我々が主体的に考えていくであるからこそ、その LC の E と L ですね、その E はその倫理、それから L は法律、法律っていうのはまあ基本的にもう条文があってやっちゃいけないと、いや、あの強制力がある規範のことを法律と言いますけども、要はそれを守ってればいいと。で倫理っていうのは難しくて、これは道徳にも似ていて、どう生きるべきなのかと、どうするのが良いでしょうかというのを考えなきゃいけない。で、明確に罰則があるわけでもない場合もあるわけですね。でベータ版というあのまさにいい例えだと思うんですけれども、昔のベータ版、プログラムの世界から出てきた言葉で、コンピューターの中ではいくらバグがあってもいいわけですけれども、社会を使ってバグ出しをするといった場合に、これが人が傷ついてしまったりすると非常に困るわけでして、だけどもイノベーションのためにどこまで許容するのか、よりその便利になる、あるいは人々が幸せになる目的のためであれば、それは社会に許容してもらえるのか、そういうことをちゃんと説明していかなきゃいけないんだと。なんで、あの江間先生がおっしゃったですね、倫理委員会当社いいんだというふうになっちゃうと、多分それは思考停止になってしまうということをおっしゃっていただいていて、同じ規範でも倫理と法というのは強制力があるかないかということは違うということと、我々は考えなきゃいけないんだなということで、まあ、そういうあの良い視点をいただいたので、これからの話をちょっと聞いていきたいなというふうに思います。先ほどその、まあ、あの AI の中でアカウンタビリティと、まあ、日本語では説明責任と訳されたり、あと、まあ、法哲学の先生によっては透析性、答えるあの責任の性質ということで透析性と訳した方がいいんじゃないかというふうにおっしゃる方もいるんですけども、説明責任という言葉自体が、あの説明すればいいんでしょというふうにこう訳されがちで、まあ、コミュニケーションの中でも特に一方向的にただ説明説明すればいいんでしょ、透明化すればいいんでしょって思われがちなんですけど、まあ、本来の意味としては、まあ、ちゃんとその何か問題があった時に誰かが責任をちゃんと取れるような状況にあるかと、まあ、それがもしかしたら賠償の話かもしれないですし、まあ、あるいはその誰かそのちゃんと対応する窓口がいて、そこにちゃんと向き合っていくというようなこと、ただその説明して終わりだけじゃなくて、そこにコミュニケーションをしていくと、で場合によっては改良していったり、まあ、ものによってはもうそこの製品は、まあ、最悪その出さないというような可能性までもうはらむかもしれないですけども、というような形でアカウンタビリティというのは非常に重要な概念だと思うんですね。でそういうようなことを考えていく上でも、リスポンシブルって他の応答して、でちゃんとそれに応答するだけじゃなくて責任を持っていく、対応していくということを、まあ、あのなんて言うでしょうね、進めていくことがベータ版だからこそ大事になるのかなと思いました。なるほど、責任を取れる状況にあるか、これも一つキーワードになってきそうですね。はい、江間先生ありがとうございました。ということで、 LC RRI とは何かというお話でした。